ダブルでプレジャーフォーエバこれさっきとは違う海で泣けちゃうんですよね。なんかあ頑張ってると思って、なんかあのダブルは監督って呼んでくれてるんですけど、なんかすごいお姉さんみたいな気持ちになっちゃって、なんかすごいやっぱ私ちょっと京介が、どっちかというと京介が好きなんですけど、なんかやっぱりお兄ちゃんが怪我して不安だったろうなって思うのに、なんかすごいあの頑張ってこう、大丈夫だよって言ったりして、なんか2人でこうなんか祐介を思ってこう支えてっていうか、その弟なんですよ、だって双子といえどみたいな感じもあるんですけど、でもそれでこの歌の歌詞を見てください。変わらぬ笑顔で待っててくれるって言ってるんですよ。お互いがあの笑顔を見せるから2人がちゃんといられる、どっちかが欠けてしまうと心が折れてしまうんですよこの2人は。もうだからなんかこれを聞いて2人が元気に歌ってアイドルやってるっていうのを見ると、もうダブル頑張ってる、どうしよう、私もちゃうよみたいな感じで、あお姉さんの気持ちになっちゃうんですけど、もうこれで、もうそれがよく表れてるのが、というかその私が最初にわーって思っちゃったのが、サイドMのファーストライブのお昼の公演があったんですけど、その時にこのダブルはこの曲を歌ってたんですけど、こう背中合わせで座って歌う振りがあるんですけど、その時にそのまま立ち上がるんですよ、背中合わせのまま立ち上がるんですけど、そこでちょっと失敗しちゃったんですけど、あってなって、そんでその時にあってなったんですけど、その後の大サビというか、わもう2人で大丈夫だよみたいな感じで歌っていて、あーもうこの子たちって思ったんですけど、その後の夜公演とかその先の公演は、ちゃんと立ち上がった後に2人でできたねって顔をするんですよ、見合わせて、あーもうこれ2人がいるからなと思って、もうなんていい子たちなのと思って担当になりました。監督です本当に監督がしまってますかわいいっていう感じです。おーおーっていうのもいいし、みんなで本当にあのワンドイエーっていうのもワンドレッツゴーみたいな、でもなんか2人だからこそ の、あの振り付けとかがあるじゃないですか。そうなんです、いや本当最高ですよね。最高です、手つないだり肩組んだりくっついたり、もうなんなんですか、兄弟で18歳なのに頑張ってキラキラで、サッカーからのアイドルだって大変でしょうにいいよ、2人でまたできることを見つけたんだね。そうだね、そうだよ、キラキラできる場所を見つけたんだ、ダブル最高です、ありがとうございましたありがとうございます、はい、ちゃんと頑張ろうこれから。でもねライブとかもよく見に行ってるんで、ね、はい見に行きます、あのブルーレイも見たりとかして見返して、ほんと私もこの間ユンコも言ってたんですけど、中の方に挨拶とかしたことないし、お会いしたことないんですけど、その応援してますってことだけ、あのね、あの2人がいつもあの顔見合わせてやってるところとってもダブルらしくて、中の人とあのキャラが私もライブ見てるともうこう一致しちゃって、お二人が本当にダブルをね愛してダブルとしてステージに立ってるのが本当に素敵だと思っております。監督目線でも最高だと、はい、最高です、これはもうダブルの二人に関してはファン目線というより監督目線、そしてなんかお姉さん目線みたいな感じで見ちゃっております。とっても素敵じゃあ続いての推しを、あ、はい、続いての紹介していただいてよろしいですか。はい、